どうも、こんにちは、太郎です。無事にナックルシティのナックルジム、キバナさんに勝利しましたが、これからどうするんでしょうね。出ていこうか。ボールガイ。お前、お祝いしてくれるよな、さすがに。レベルボールは君のポケモンより相手のレベル。お前は本当にどこまでもボールガイだな。行こう。もう行くわ。ちょ、この辺の人たちなんか言うこと変わったんじゃない?いい試合だった。ちょっと、ファン。いよいよトーナメント。もう次を見据えてるな。ちょっと俺、ファン無料みたいになってたけど。キバナさんに勝った?ダンデさんと同じ?へっへっへ。ここなんだっけ?あ、地下プラントか。いやー、ボールガイは相変わらずでしたね。出たら何か起こるか。お!ソニアとマグノリア、キバナさんに見事勝利、お祝いをしていただいてもよろしいですよ。どうでしょう。心からおめでとうだよ。きちんとお祝いしたいけど、あなたも話を、え、お祝いは、後でしょうか。ナックルシティの光、大昔、巨大なポケモンが暴れ回り、ガラル地方を、滅ぼしかけたとされる。ブラックナイトと同じですね。あ、なんとなくわかった。なんとなくだけど。昔の伝説になぞらえたことが今起こりつつあるみたいな感じかな。どうだ?そのようです。ありがとうございます。違うかな。地上に落ちた願い星から溢れ出るエネルギーを使って、ポケモンをダイマックスさせています。ですが、私たちはエネルギーを制御する方法は知りません。それこそ、二人の英雄とは何なのか分かっていないからです。伝説の剣と盾。愛しいソニア、あなたに白衣を渡しておきます。いいの?おばあさま?宿題はまだ終わってないけど、これ何?引き継ぐみたいな感じかな?むしろ終わらせるためです。ソニアはなんか、博士感が。ソニア博士って言ってあげよう。博士って。お、おう。ちょっといじるっていうね。ブラックナイトからガルル地方を守った。二人の英雄。今あなたが口にした伝説の剣と盾についての真実を解き明かしてくださいね。はい。あなたやホップがダンデと戦うのを見たいの。あとはお姉さんに任せて、あなたはシュートシティに行けなよ。駅から列車に乗って、え、シュートシティに行くの。若いあなたにできること、大人がするべきこと、みんなの役割があるのですよ。博士。シュートシティで、あれか、みんな、お祝いしてくれてる。ありがとう。ちょっとこの余韻を。幸せよかった。ベストバウト。サンキュー。シュートシティで何で戦うのか。そういったトーナメント。あ、ちょ、いいじゃん。お前はクワーなんだな。今日も。シュートシティに行ってごらん。世界のあちこちからいろんな人が遊びに来てるよ。シュートシティの街の様子もちょっと変わってんのかな。僕がチャンピオンになったら世界中の願い星を君にプレゼントしちゃおうかな。甘いな、こいつ。甘い言葉で。願い星が落ちてくる。人って何か持ってる人なのかな。あー、願い星がヒュッて落ちてくる人か。どうなんだろう。嬉しい。なんかみんなが、ゴーゴー行きましょう。なんかみんなに背中を押されて上京する人みたいな。おっちゃん、人生旅歩き、ガラル鉄道で食い倒れだよ。お前楽しんでんな、人生。もう大会なんか知らねえみたいな。待てっての太郎。え、迷うのね。俺はキバナさんを速攻で倒、お、お前も倒したか、ホップ。お前はチャンピオンと違って騒がしい男だな。
だが火花からドラゴンバッジを勝ち取った実力は本物。嵐のような勢いにはさすがの俺も軽薄されたぜ。いいかお前ら、チャンピオンカップのトーナメントに勝ち上がり男女と戦えよ。本命は俺、対抗は太郎。火花さんとの勝負で学んだことボンと出し切るぞ。列車で行こう。なんかさ、最初さ、旅の始まりもさ、ホップと電車に乗ったような気がするんだよな。なんかいいね、こうやってまた電車に乗って一緒に行こうぜっていう。トーナメント目指して、いよいよシュートシティ。でっかいタワーやモノレール、いろいろ気になるけど、ガラルの、いや世界のみんなが注目するからな。楽しみ、最高の試合をしようぜ。頑張ろう。なにこれ、雪？桜？いやいやいや、こんにちは。10番道路の雪が溶けたらどんな景色が広がるんだろうな。座っちゃった。イエーイ、かわいい。ここってどの辺？ちょっとマップ見ていいですか。シュートシティ、あ、これか。これが最後の街。なるほど、このナックルシティからウィーンって電車に乗ってこう来たのか。シュートシティ目指します。よいしょ。うわー、雪だ。10番道路、まるで雪の壁。氷タイプのポケモンがドヒャーっと出現するんだろうな。チャンピオンカップまでにバシッと成長できるかだな。まだまだ成長しないとね。俺は俺自身とチームメンバーのポケモンたちの伸びしろってやつ信じてるぞ。戦わないのかお前。俺は行くぞ。待ったらシュートシティ。なんかホップのことだから戦い挑みに来るんかなと思ったけど、なんか大人になったな。お、なんか光ってる。プラスパワー。なんか、おお。びっくりした。鬼氷が現れた。めっちゃ怖い。びっくりした。マジカルシャインするわ。めちゃめちゃでかい、なんか顔の何かが目の前に現れてぶつかった。救急車に当たった。アイスボディ、まさかお前回復するってのか。やるじゃん、ドリンキッスで。俺も回復する。倒しきれない。トゥ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 ン、氷の呼びき。今回は急所に当たらないでしょう、さすがに。また急所？何、当たりやすい攻撃なのかな。ドリンキッスで。いやマジでびっくりした。なんかいきなりさ、なんだろ、洗礼を受けたみたいな。そんな感じだな。鬼氷、気をつけていこう。これアイテムあるんじゃない？ある。いや、くんなくんなくんな。あっ。なんかいるんだが、元気の塊。行くか、バリアード。俺が知ってるバリアードとちょっと違うっていう。いきなり捕まえたいな。クイックボール使おうか。こういう時にいいと聞いた。クイックボール、うわマジ一個しかなかったのに。フリーズドライ、ちょっと普通に弱らせないといけないかな。
オレンキスからいきましょう。うミントさ、不意打ちが今一つなの。いいね。なんかやられたーって感じがしてさ、結構聞いたらやばいかなみたいな感じになるけど、なんとかなる。お、いい感じに削ったんじゃない？めっちゃ動きがなんか遅くなってるけど。こいつ HP の量でなんか動きが変わったりするのかな？催眠術？お、スイートベールで眠れない。よし。ハイパーボールにするか、じゃあ。いけ！なんか珍しかった。捕まえたい。ほい！やった！俺が知ってるバリアード、ピンクとか赤のあんな感じだったんだけどな。かわいい。こっちのバリアードこんなんなんか、ダンスポケモン。氷エスパー。足の裏から冷気を出す。凍らした床の上で一日タップダンスに励んでいる。かわいい。ボックスへ。よし、行こう。よしよし。お、トレーナーか。で、このさ、ドクターのミノルさ、ホップはスルーしたのかな？なんということだ、私のポケモンが傷ついたぞ。どうなん？ホップはなんでスルーしたん？トレーナーとして強い君は傷ついたポケモンをたくさん見てきたよな。それも辛いね。確かに。仏教みたいな、なんか。考えさせられることがあったの。横やばくない？これ、雪の壁。登れんが？これ。お兄さん、これ救助隊の人みたいな。戦う人か？これ。やれることをきちんとやる。山登りで無理は禁物です。マジで寒そうな。ミネオ。いや、これコツコツレベル上げていかないとさ、やばくなりそうだよね。自分より強い相手に。やれることだけやっても叶わない。確かに深いなこいつ。やれることを少しでも増やすため自分たちをレベルアップだな。おっしゃる通り。え、ちょっと吹雪が強くないですか。あ、バリアードまたいた。あ、結構いるんだこいつ。この先にアイテムの匂いがするんだよな。行くか。バリアード避けて。あ、よし行こう。いや、でかいな、こいつ。なんだ？これ、通り抜けれないのかな？お得な掲示板。ポケモンの体内から放たれた特殊なパワーは、周りの空気を歪ませ、ポケモンを巨大に見せます。これを、ダイマックスと言います。中にはダイマックスで姿が変わるポケモンもいます。これを、巨大マックスと言います。うっ、お、お、消えた。進んでいきましょう。うわー、こっちもなんかあんのかな。え、なんでこのポケモン。めっちゃ可愛いじゃん。追いかけてくるの。あらら。こんなポケモンいるのか。よし、トレーナーと勝負。アーマーガーがいなくなるとガルルは終わるという昔話があるが知ってる？知らない。でも移動が大変になる気がする。コウタロウ、詳しいことは知らない。こいつ少ししか知らないのにまさか適当に喋ってた。鼻が高くなりますよ。よし、このトレーナーも戦いましょう。初めて見る感じの人だ。郵便、いつまで手紙を運べるのだろうか。なんかリアルの人みたいじゃない？こう LINE とかね、そういうのが流行ってきてってことかな。ヘリッパーを繰り出した。カムコ行っておいで。なんかポケモンってさ、たまになんかそういうこと言うよな。ちょっと考えさせられるっていうかさ。
紋石封じ。オリア。おお、さすが。抜群。こんな郵便配達みたいな人いたんだな。今までいたっけ、ホストマン。お、ヨルムズクじゃん。はじめましてじゃない、今回。剣立てで。なんだ、こいつ。久しぶり見たら、ヨルムズク知ってるよ。やば。ちょっと嬉しいな。動いてるの見れた。カムコは容赦なく、ぶっ倒していくっていう。誠との勝負に勝った。負けちゃった。そしてもう終わりたくない。この人が気持ちを込めて運んでる限り大丈夫な気がする。頑張ってください。何かしらの気持ちは人に届いて初めて意味をなす。たとえ最後の一通になったとしても僕は運ぶぞ。お前今世界で一番かっこいいぞ。こんなとこに いる場合じゃない。もう運びに行った方がいい。お、割り宿。こっちなんかあるんかな。行こうか。よっしゃ、駆け抜けて何もないんかい。いやー、なんか BGM もさ、こう危機迫ってくるっていうか、終盤近づいてきたなって感じがしていいね。お、お前は雪山レスキューマン。トレーナー多いね。ゲゲ、ポケモントレーナーだ。戦いたくないの。じゃあ話し合いをして、なんとか、戦いが始まっちまった。負けたが学ぶことも多かった。つまり、ある意味、俺の勝ちだ。お前、前向きすぎんか？すげえな。おお、クマ。ここ、キャンプか。幻の食材と呼ばれる、巨大パウダー。巨大パウダー？クマ襲ってきてますけど大丈夫ですか、このテント。今ガー来たよ、クマ。上行こう。巨大パウダーってなんか気になるな。ジェントルマン、お前傘さそう。寒そうですよ。マフラーでも巻いた方が。隊列、そのまま戦おう。かわいいよね、隊列。すぐ隊列組んだ。全部今一つか。赤ブレイク。これでちょっと戦ってもらおう。ちょ。排水の陣。え、何この攻撃。かっこよ。攻撃上がった。防御も上がるの。え、特攻も、特防も。はっ。すべてが上がるの。すご。いや、これ逃げられなくなるけど、めっちゃ強いじゃん。なんか演出もかっこよかったね。やば、インファイト。結構やば。強。え、防御が下がった。あ、排水の陣。え、強。インファイトでやられたな。そっか、インファイトってめっちゃ強い攻撃なのか。ステータス上げて、ああやって戦ってくるんだね。どうしよう。え、てかさ、この画面でさ、今一つとかさ、抜群とか出るんだ。知らんかった。ミントにしよう。抜群っぽいから。え、これでもインファイト食らったらな、やばいかな。先制でさ、何か出せる攻撃あればよかったな。やば、無双されるかもしれん。耐えて。やっと耐えた。今一つでよかった、本当に。こういうさ、なんか、手がつけられなくなったらやばいね、本当に。手がさ、上げる系の技、強いかもしれない。危なかったー。あなたのポケモンさん、とても素晴らしいですね。ありがとう。強いだろ？結構まだ続くかな。報道の人が。次は報道カメラマンとアナウンサー。行きましょう。これさ、隅っこを歩いたらどうなの？バレる。お久しぶりです。いよいよですね。どれだけ強くなったかチェックよ。絶対に逃がさないみたいな。とってもいいポケモンとトレーナーはカメラ越しに輝いて見えるさ。お前ら
インタビュアーのミチとテル。久しぶりですねってあれかな、あの最初のさ草タイプのジム倒した後のさ道路にいた人たちかな、これ。ヤローさん倒した後に出てきたあの人たちでしょうか。岩石封じ、ギアルってなんかすごい名前だね。ダック流にしようか、全体攻撃で。ちょっと様子を見よう。泥かけ、襟巻きトカゲみたいで可愛いな、あいつ。ギギギアルは、あ、これ今一つのやつか。素早さが下がった。ダック流どうだ。おお、いいじゃん、結構ダメージ与えたよ。ギアチェンジ、何この攻撃、なんかオリジナルの技って感じがしていいね。素早さがぐんと上がった。攻撃は上がんの。 OKOK、 みんなあられこの天候やめません。そうだな、アクアブレイクをベレザードに使って、タラちゃんの濁流を、もう一回。うわー、ギギギアルやっぱ。お、電気だったのか。危ない、抜群。負けちゃった。大丈夫かな。パラパラチャージ。お、なんか怖いことしたね。なにこれ。え、仲間倒しちゃったよ。ベレザード、大丈夫？おい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 、経験値もらってええんか。相手のポケモン出ないのな、こういう時出してほしいよね。ズーン、エレザード倒した。さすがに出してた。これこれまさか終わり、もう一体ずつ出すかなと思っているんですけど、お、出したね。ボンボン。トゲデマル、かわいいね。こいつ電気タイプでしょ。ここはさ、ちょっと意表をつけたいな。タラちゃんと交代して、タラちゃん戦闘中だ。ホタル。ホタルと交代にしよう。で、タラちゃんは、第一の力を溶けてもらうに打つ。これでケットカムコに何か電気タイプの技をしてくると読んで、ホタル怒りの前歯やめて、強っ、ゴツゴツヘッド、さすがビリビリチクチク、よし、蓄電がうまく決まりましたね。嬉しい、第一の力で。お前、見た目めっちゃ可愛いんだけど、強いんだよな、トゲデマル。倒した。さあ、このよくわかんねえ、オンバーン。どうやって倒そうかな。突進するか。なんか、あれだよな。混乱しなさそうだよね混乱させる側じゃん、あいつ。オンバーンって追い風、追い風の中突進、威力は取らず、 OK、 原子の力、これ岩が弱点なんじゃないかなと思ったけど当たんなかった。追い風になったらどうなるの、それ教えてって感じどうしよう、突進するか。もう一回原子の力使いたいね。暴風。やば !1! 危な、追い風からの突風みたいな技あるんかな、コンボだった、もしかして。原子の力、倒して。危な、あられの効果、発生しないでほしい。倒れちゃうから。
サラちゃん戦闘終わってくれ。おめでとう。言葉を失う強さ、皆様要チェックですよ。ほんとあんな遠距離から勝負挑んできやがってやめてください。本当に逃げられないですね、あなたたちからは。あなたが優勝したら独占インタビュー申し込むわ。断ります。本当に君のポケモンたち、カメラを通じて引きつけられるオーラが出ているんだ。サンキュー。大変な中をこう歩いてるの見えてきたよ。ちょっと感動なんだけど、これいいじゃん。ちょ、え、こうよ。やばーなんかこうさ、マリオカートのさ、コースでありそうじゃない？ピューンって、この最後のこの感じ。大きそうな街だね。到着、シュートシティ。なんだここ。観覧車あるよ。何？めちゃめちゃ大都会じゃん。え、すげえ街だな。これ街探索だけでも大変なことになりそうなんだけど。あ、これさ、今さ、今からトーナメントがあるから、特設会場みたいな。人がいろいろ集まってんのかな。ホップ。シュートシティ、俺が伝説になる場所頑張ろう。俺が新しいチャンピオンになるんだからな。サクサクっとシュートスタジアムに行くぞ。お前も向かうよな。聞く前に行っちゃった、あいつめっちゃ楽しそうじゃん、この街。はいなんとか無事にシュートシティ到着しました。なんか女の子がこっちかけてきてるんだけど。こんにちは。あ、違った。僕、目的じゃなかったみたいです。すいません。また女の子が、ちょっとあの子もちょっと多分違うはず。いや、よかったです。無事に到着しました。今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー等お願いします。次、ちょっと街を見て、行こうかな。ホップには悪いけど、ちょっと待っててこんな街何が起こるかちょっと楽しみですではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。